こんにちは、柴田です。今日はデジテックのワーミー4と5の違いを見ていきたいと思います。見た感じはですね、このペダルの部分以外は非常に似てるんですけれども、中身の大きな違いとしてはこちら、5の方がトゥルーバイパスになっております。なので音痩せが非常になくなっているという風な感じですね。あとアダプターにも違いがあって、5になってからは通常の 9V のエフェクター用のアダプターで対応できるようになっております。ではまずつまみのところを見ていきましょうか。はい、パッと見の違いとしてはここですね、ここの数とここの数が違いますね。4だとオクターブ上と2オクターブ上で、1オクターブ下と2オクターブ、このですねピッチの変動が4つなんですけれども、こっちの5の方は2オクターブ上、1オクターブ上、5度上、4度上で、2度下、4度下、5度下っていうのが新たに加わってますね。音遊びの幅が広がってますね。そして大きな違い、これがないんですよ。こっちにはないです。これは5で新たに付けられた機能なんですけれども、クラシック、コードというふうになっております。このクラシックにすると、これはですね、初期ワーミーだったりとか、この4とも変わらないような機能なんですけれども、通常のワーミー機能ですね。このクラシックというのはですね、単音の時に非常に強いんです。このコードというのは複数音鳴らした時にもワーミー機能で対応してくれますよという風な機能になっております。これは後ほど音鳴らしていきますので、ぜひその時にお聞きください。そして左側、こちらですね、ハーモニー、これはハモリの音なんですけれども、これは4と5で数は変わりません。でディチューンなんですが、シャローとディープですね。これもシャローとディープ変わりませんね。なので機能的に増えたのはこのスイッチとワーミー機能の5度4度上と2度4度5度の下、これが変わったところです。まあ、見た目の変わったところはそんな感じなんですけれども、続いて音を出していきましょうかね。まあ、今回はですね、比較が分かりやすいようにもう押しておきます。じゃあまずは5の方からいきましょうか。2オクターブ、次1オクターブ上ですね。続いて4、このですね、分かりました。今切り替えの時にこのプツプツが鳴るんですよ。スムーズ、音切れが全くないです。では今度パワーコードで弾いてみますね。お聞きいただいた通り、4の方だとパワーコードで弾くと非常に変な音になります。ピッチが合わないんですね。
本当大きいですね。演奏の幅が一気に広がります。ではコードにしてみましょう。ピッチ上げればいいのか分かんないっていう風な感じですね。非常に音を取ることを迷っているような感じがします。続いてディチューンいきましょうか。これは4も5もそんなに変わらないかなと思います。という感じで単音で弾いた時にはそんなに差は感じることはないんですけれども、複数音を弾いたり、あとスイッチ切り替えの時にブチブチいったりというところでワミ5の進化が伺えるかと思います。弾いてる間にですね、切り替えをするっていうのもなかなかないですし、あと単音でしか使わないという風な方は全然ワミ4でも問題ないと思います。ぜひぜひ参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。